ャクマップは、旧版地形図の閲覧が可能なサービスで、特定地域の複数年代の地形図を比較参照できる。地理学者の谷賢治により開発された。Web 版のャクマップオンザウェブと Windows 版ソフトのャクマップ3がある。ャクマップの開発は2005年春頃から開始された。地域概要の理解の上で、地形図は重要な資料であるものの、 当時は、旧版地形図を簡便に閲覧する方法がなかった。また、開発者の谷自身も、大学の講義で大都市圏の発展過程について、解説するときに、旧版地形図を学生に提示する方法について、苦労していた。2005年に、時系列地形図閲覧ソフト、混弱マップが開発され、東京5 0トル圏内の25000分の1。 旧版地形図が収録された。2006年2月に DVD 版の配布が行われた。2008年にャクマップ2が開発、公開された。ャクマップ2ではインターネット上でソフトウェアと地図画像のダウンロードが可能になった上、中京圏、京阪神圏の旧版地形図も閲覧可能になった。2009年にベクターや窓の森で紹介されたことで、 ダウンロード数が増大した。混着マップオンザウェブは WebGIS の一つであり、Web ブラウザ上で旧ハンチ系図の閲覧が可能である。パソコンに限らずスマートフォンからでも利用できる。2013年に開発、公開が行われ、その後も更新が進められている。2019年に日本国内のすべての都道府県庁所在地が収録対象地域になった。 大学での授業で地形図や空中写真を扱う際にも有用である。長所として、アクラ領事はインターネットの接続環境があれば容易に利用できること、利用者自身で画面表示の拡大縮小や移動が可能なこと、画面を分割して複数の地形図や空中写真を同時表示できること、画面分割機能と組み合わせて Google マップなど、 一般的なウェブ地図とも同時表示が可能なことを指摘している。各地域の土地の変遷の把握、防災情報の調査や、郷土学習でも利用できるほか、歴史愛好者や鉄道ファンの人が趣味で利用することも、ある。コンジャクマップ3では、ウェブ版のコンジャクマップオンザウェブでは、困難な、複雑な操作を行うことができる。2015年に開発、公開が行われた。 混着マップ3のみで行える機能として、地図中に目印を表示、記録、保存する機能、KMLKMZ グランプリファイルの読み込み、表示機能、位置情報を持つ写真の表示、地図画像のファイル出力機能が挙げられる。ありがとうございます。